〈大学生っぽいラジオ学生芸人に5代目リーガルを添えて〉 大学生っぽいラジオ学生芸人5代目リーガルを添えて、えー、今夜12時,、えー、時刻は12時を回りました FM コザのスタジオから生放送でお送りしておりますお前東京 FM のドライバーズインフォみたいな言い方するの分からん分からん <laughs> 分からんよや別に <laughs> 夜12時や時こ,うこういうポカッとやってみたかったわよいるさないこの落ち着いた感じの <laughs> なんかのハ <laughs>、ね、<laughs> <laughs> はハッポイか <laughs> 僕 <laughs> スタジオから生放送でお送りしておりますみたいなもう喋りのプロみたいなやつをねああもう土曜,土曜日の10時ぐらいにやってるから聞くといいよ <laughs> はいはい,い,いね <laughs>、はい、大学生っぽいラジオ学生芸人5代目リーガルを添えて<ら>、えー、生放送で始まっております添えた、えー、この番組は現役大学生お笑いコンビ5代目リーガルの僕たちが大学生っぽい目線からいろいろなことを得していこうという番組でございます大学情報やお笑いライブの告知また番組途中には大喜利対決やラジオコントなどなど楽しい内容盛りだくさんの日曜日の顔という、うんうん ということでね、やってます。今日もかまずに紹介言えました。はい、じゃあ僕もかまずに紹介しようかな。うん、やってみてください。このこのこの番組では、出だし。<さ> <laughs> 早速、えこの番組ではメッセージを募集しております。<お>メールは七六一アットマーク fmkosa.dot.jp、七六一アットマーク fmkosa.dot.jp ツイキャスやユーストリームでもね動画を配信してますのでそこからもどんどんコメントとかよろしくお願いします。はいいお願しますということでやってますけれども今週1週間はどうですかあちょっと待って先に自己紹介やらんとね自己紹介しないとあそうだねはいじゃあ自己紹介ですねメインパーソナリティが誰かというものを今からやっていこうと思ってますこの番組のパーソナリティを務めさせていただきますまず僕はですね僕が歩けば株価も上がる。 ね、この一言がね、まあ、もう本当になじみとなっております、名誉大学2年次、えー、5代メディーガル、下地です、お願いします。馴染んでなさよ、<laughs> <laughs> 馴染んでなかったっけ馴染んでね、なんだことないだろまあ,まあ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 、いいとして、はい、じゃあ、この下地じくんの、あのー、コンビの片割れでございます、えー、5代メディーガル、あ、<laughs> おめでとうございまし、あ、た、お局大2年次。 うん知るかよ僕が歩けば何大学でもいいやもうお前とかも嘘だろお前僕が歩けば株価が下がる東京大二年次久高です結局いいぐらいだなじゃ俺だけでお前で下げてちょうどいいぐらいうん知らんけどな株価とか別にいいよ株価の話はするなはいはいじゃあツイキャスでもコメント来ております最初のコメント中尾の町の和樹さん近いなよろしくお願いします一昨日くらいから寒いねっつってね 寒いですよ、ね、本当にね。今週1週間としましては、まあ、寒かったのもそうですけど、まあ、僕はね、うん、まあこの1週間金曜日で学校がね大体どこもそうだと思うけど後期が終わってもうこの1年が終わったのかなっていうのかな、学校で。うんうん、僕はもう本当に手続きですね、手続き祭り、手続きんだ今 <laughs> 手続きフェスタでしたね、今,日はあ今週は。<laughs> あのー、まあ 何回もお話ししたと思うんですけどあの大学編入がありましてですね<う>4月にとある国立琉球にある国立大学に <laughs> あの編入するんですけど琉球にあるね琉球にある国立大学に編入するわけで混, <laughs> 混入混<流>異物みたいに言わないでもらって編入するんですけれども <laughs>、えー、そのためのまた手続きが、ね、たくさんあってね、うん 僕、あのー、手続きが嫌いなんですよね。手続きが嫌いなんですよ。うん、でも、たまに手続きやると、またそれも楽しいなって思ったり。全然意味わからんな。<laughs> たまにやったら楽しいたまにやる手続き、楽しいなと思って。バカじゃん。<laughs> <laughs> たまにやる手続き。手続きとはそういう関係で今後もいたいなと思って <laughs> たまにやるぐらい、うん。たまにやるぐらい、本当に。 次婚姻届ぐらいで十分やさ絶対楽しくないけど手続き奥さんにやらせたいはやさ俺何もかもやだろ手けど嫌だけど手続き好きな人と結婚したい手続き好きな女性が俺好きだなもう無理だったもう無理だと言うだ工事現場みたいな音をってますねえっ別削りみたいな電動のやってますけどやっぱり今週というかやっぱ昨日ですね先週も話したんですけれども ね、FEC <laughs> の f ライブがでございましてそ,、ね、そちらのですね一般参加で2分のコーナーでネタを、ね、やらせていただいて漫才やったんですけれどもこれがですねあの通過というかなんていうの勝ち抜き制でございましてお客さんの投票でね上位6位に決まるっていう <laughs> 何、ね、このむす分からんからな <laughs> 面白くもないし何も喋らないっていうポケは <laughs>、ね、あのやってますけども <laughs> 何だった 6位までが通過できるというお客さんの投票で来週の舞台でネタができるというそうなんですよねこれが通過できるのかどうなのかという話なんですよ前々回の f ライブ e 2か月前の f ライブでは初出場で出させていただいたんですけど通過できたんですよねで劇場でもうネタができたんですけれどもうん 今週の結果は、ね、見事6位通過、うん、で来週の、ね、お笑い劇場にも出場権を獲得いたしました、はい、ありがとうございますいます,ねすっかり実力派として、ね、何もはせてきましたけれど天天狗の天狗のですよねこれがでも、ね、これが全く腑に落ちないよね。そう 自分の中ではもう、昨日はアウトでしたね、全然納得いかなかったですね、うん、これはもう、お客さんの反応かとかそういうのじゃなくてね、僕たち、自分たちとしてね、<laughs> これで通過したっていうのに対して、まだ納得いってないっていうのは9票なんですよね、5位,と <laughs> 5位とダブルスコアぐらいで、ぎりぎりの本当に6位通過だったんですよ、5位が17票ぐらいだったかな、だめですね、こんなんでは、そ<直>んなん通過したと思ってないです、7位、8票ぐらいかな。 できたっていうのはねあまあいいことなんでやっぱりバカが含めるんでやっぱこの,今日の昨日のネタで <laughs> 昨日のネタであのダメだったところをまた修正して劇場では巻き返し図りたいと思いますまたそのいろいろとお笑いライブの告知も後半にできるなと思っていますのでよろしくお願いいたしますえっとですねまたまたえ今日はですねまあ昨日がこの F ライブで那覇に行って帰ってくるじゃないですか帰ってきたね帰ってきて で僕たち<う>ここは地元がうるま市なんですけどまあそこから朝を9時に那覇でそのライブの打ち合わせがあるわけですよ。また FEC さんのライブとは別でまたあの一般参加できるあの他の事務所さんのライブがありましてフロンティアエンターテインメントという事務所のライブがありまして小さい事務所小さい事務所とか言うのもましそこの, <laughs> そこの,ねあの打ち合わせライブが。 来週日曜日にあるんでまたそこの打ち合わせ,打ち合わせにね行ってきて企画会議とかやってきたんですよ途中でラジオがあるって抜けてまずそこから那覇からここに来てっていう,<そ>うウルトラ多忙な生活をこの,この昨日の昼から今日の昼までのこの一日人気芸人だよな、うん。本当に本当当にに 一銭もギャラがないんだけどねギャラなしただ忙しいだけ <laughs> ただただ忙し,かった忙しい人たちた <laughs> まあまあなんかね忙しくさせてもらってるのはいいことなのかなとしかもお前これから名古屋に帰るしなそうなんだよね <laughs> またもう毎週毎週言うてますけど日曜日は毎回バイトですから僕は名古屋名古屋大学なんでね名古屋に現在まだ住んでるんでね<う>んああ名古屋まで行くのめんどくさいな <laughs> 言うて <laughs> <laughs> 名古屋のバイトはいつまで今月までうん2月で終わってまた3月から この辺で済むからまたいろいろとゆずききやすくなったりします頑張ります頑張れ頑張れまたこれがねあの来週のスケジュールがものすごいよねそうだね簡単に言うとこの今日勝ち抜いたあ昨日勝ち抜いたことによって来週,来週の土曜日のお笑い劇場に出場させていただくということで,、うん、でその次の日が、えー、今日朝打ち合わせしたフロンティアエンターテインメントのお笑いライブ「えー、わらしべ長者」っていうライブがですねございまして <laughs> それに出演、はい、でその後 その「わらしべ長者の」の、えー、場所はノワンでやるんですけどあそ,うだでその次の日がまた今度 FEC さんの <laughs>、えー、若,手若手ライブ平成一期という,う <ん S 2> の平成生まれの芸人が。 ライブをするっていう、万国大使の同年代とか、一個下二個下や、またその。何個か上の人もいるんですけど、まあそのライブにも出演するっていうこの怒涛の三日間がね。<laughs> <laughs> 来週もまた忙しい。人気芸人やっちゃうぜ。<laughs> やっちゃうぜって、ね。ぜ <laughs> <laughs>、ぜっといいみたいな <laughs>。<laughs> 完全に今のぜ、ぜっといいだったな。星みたいな感じ。<laughs> まあ企画会議でね、まあいろいろ、まあ楽しい企画。 まあ、今から決まるからね私途ち企画,企画決まる前に帰ってしまったっていう <laughs> なんか提案してじゃあねっつって <laughs> じゃあねっつって帰っちゃったんですけどよろしくねっつってねどんな <laughs> あの,こ、えー、その来週の日曜日の「わらしべ長女」がどういうのになるかが分かんないんだけどそろそろ LINE 来てもいいんじゃないかなと思ってるけど決まったよっていうなな <laughs> 怖いな あれで、この先先月のこのわらしべ長者に出させてもらったんですけど。うん。くだかがびっくりするぐらい滑ったんだよ。ネタとかじゃないですよ。あの、うん、企画でね。企画で、<laughs> なんか途中でなんか、なんていうのかね。無茶振り、されて、うん、ちょっと。言っちゃ、なんかもういらないけど、何言ったか、うん、しょうもないこと言ってね。てマイクに向かって、そしたらもう、滑り笑いも起きないっていう、なんか恐ろしい。恥ずかしいっていうか、<laughs> もうごめんなさいみたいな感じ。まあ、滑ってるって言えば、あのあれもだってよさ、あの昨日のエフライブ。昨日の F, F ライブはですね、あの一般参加の。 芸人をあの最後なんか紹介する的なな感じで、ね、インタビューみたいなこと、うん、ライブのネタが全部終わった後にやるんですけど、うん、それであの私があの事前にちょっと打ち合わせしておいて「<laughs> 久高が何聞かれてもポテト」ってしか答えないようにしようって言って MC がパラナイラナ「パラナイス・ハラナイ」さんだったんですけど <laughs> まあ聞かれて久高が「ポテト」。 うん、ポテトって言って俺が「あすみませんあの彼緊張したらポテトってしかえ言えないんですよ」って言って、うん、ちょっと受けてまさかの慎吾さんが俺たちの全く予想だりしなかったノーマークだった <laughs> あその緊張得方法とかあるのっていうふりを <laughs> <laughs> してしまうっていうね <laughs> <で> <laughs> 地獄俺やべえってなって俺はもうまあ俺は。 あ,あるみたいですよって言うしかないさ何も準備してきてないのに <laughs> もお前が遠ざかっていくのが本当に悲しく思えたよ <laughs> おおってなってパチパチパチみたいになってね<あ>っ <laughs> 目高がなん,かなんか意味わからん一発ギャグしてそれでもなんかあ,あまた始まったよこいつみたいな <うん S 1> 静寂が <laughs> <laughs> チーム目通してんのかなみたいなみんな <laughs> 天武砂浜4階レッスン部にせ静寂が訪れたな <laughs> ひとときの <laughs> <当に S 2> 静寂のひとときでしたね 早く帰りたたかった何よりも誰よりも早く帰りたかった <laughs> お客さんよりも早く帰りたかった <laughs> <laughs> お客さんが早く帰りたいかどうかわからんけど <laughs> <laughs> あの瞬間は帰りたかっただろうな, <laughs> なやばかったでしょうねんこんな感じで,えっとですねまあ簡単に告知させていただきますとえ来週土曜日 FEC お笑いライブお笑い劇場6時半会場7時開演でやってますはい 那覇天で行いますその次の日<あ>19日何時間時間はだから天<の><て>ンブスじゃない方はあなそれを今から言おうとしてるじゃないか変わったさそれは俺が言う前に言えあ俺が言,言った後に言えその次、えー、19日は、えー、フロンティアエンターテインメント主催、えー「わらしべ長者」 えー、ギノワンヒューマンステージにて6時半会場7時開演の予定なんですけれどもなんか時間が早まるのかなーなんてそれがちょっと今よく分かんないみたいで多分早まるかこの6時半になるかどっちかですよね、うん、1時間早まるか、うん、でその次が、えー、平成一期,期那覇のバンターハウスにて行いまして、まあ、k y デンジャラスとか、えー、クーター進化とか、ねうん、いっぱい出ますので人気芸人もぜひぜひ足を運んでくださいそれはねは、えー、8時から 夜の,ん、うん、夜の8時朝の8時なくないだろうな <laughs>、うん、早朝から、うん、拷問だろう7 <laughs> <laughs> 時半会場の8時会場,時開場 <laughs> 時開演で下手くそや <laughs> <laughs> でやってるということで、うん、そのすべてに出させていただきますので <laughs> 3日間ねすべ、うん、て見に来てくださいあのチケットとかねチケット全然余ってるんで僕たちに行っていただければだから前,前売りチケット行って早く。 うん、特にわらしべ長者チケット売らないとなんかちょっとアファー <laughs> アファーなんで <laughs> <laughs> みんなで早く買い,買いに来て <laughs> 買いに来てどんどん <laughs> もう AM 小座に来てえっとですね <laughs> チケットの、えー、お,もお求めは 761 <laughs> あトマーク FM コザ .jp、761 <laughs> あトマーク FM コザ .jp、玉城、えー、デニーのスピリッツオブレディオまで <laughs> お願いします。大迷惑だろ、お前。<laughs> ぶっ殺されるだろうな、玉城 <laughs> デニーさんに <laughs> もうこ。殺すよっちゃったら分か,分かりましたって言うけど、<laughs> 全然玉城デニーさんと絡みないからな、そしてなんか仲良くしてもろてるように見えますけれども、<laughs> 1>, 1ミリも絡みないからな。<laughs> お前が玉デニーさんが落とした書類一回拾っただけだからなそれもやってないしなもっといったらっいったらあそうなんか玉置踏ん,ん,んだわ <laughs> 落とした書類を <laughs> <laughs> やばいなこれは <laughs> おしまい芸人だな <laughs> じゃあえっ、ー、とそろそろ大喜利対決いきましょうか大喜利 うん、大喜利対決前半のやつだねそう,いえばそう,そう大喜利対決ということで、えー、これはですね僕たちお笑い芸人なんで大喜利をしてこの芸人力っていうかこういうのを競っていこうっていうコーナー、ねうん、やってますけれどもこの今のところ2勝1敗で俺の勝ち二敗 <laughs> 1勝一勝2敗か俺は俺が2勝で久高が1敗参戦してね俺がギリギリ勝ち越しておりますけれども、はい、これをまあ1年間 まあ番組が続く限りをやってとりあえずやってまあなんか何かしら負けた方が何かをするという感じでそう何かをするね、うん、罰ゲームかではないかもしれない罰ゲームでしょう <laughs> <laughs> ハワイ旅行とか <laughs> ハワイ旅行クソ、まあ、ハワイ旅行かっつって <laughs> 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 じゃあそろそろ大喜利対決いつもですねあの新聞の竜ちゃんクイズとかあるじゃないですかあそこからやってたんですけど今日ちょっと目星クイズがなかったんで、うんうん、今日ちょっとあの ネバまとめから大喜利お題で検索して適当に今いっぱいあるんですけど何する何するって俺見てもいいよえっと何しようかなよさそうなやつがいいなじゃあこのラーメンには二度と行きたくないその理由とはとかこのラーメン屋それにするこのラーメン屋には二度と行きたくないその理由とはこれいいんじゃない意外と本んにこれ即興なんでね考えてきてないですからねじゃあどっちから行く最初はグーじゃんけんポン 負けた。お前、俺か。はい。あえていじゃあそろそろ行きましょう。お願いします。これ一人三回やるのでね。はい。じゃあ行きます。このラーメン屋には二度と行きたくない。その理由とは、白米しか売ってない。ラーメン屋じゃなさいよ。もう堅くなにラーメン屋といつだっけこの人は。 じゃあ続き行きますよ、うんえー。このラーメン屋には、二度と行きたくない。その理由とは、えー、スープの作り方から、麺の打つところまで全てセルフサービス。<laughs> もうじ自分でそうと言うともうラーメン屋と言うと、ん。じゃあ行きますよ。うん、このラーメン屋には、二度と行きたくない。その理由とは えー、高床式住宅 <laughs> はいどうですか、まあ、でも彼はラーメン屋と言い張りますからね高床式住宅でもって何かおかがね<笑><笑>いいだろうしそうだそうか分からんな高床式住宅が悪いのかいいのかもよく分からんけどなやってますちょっとねあれだねあの前半のトークグダグダしすぎてちょっとツイッターあの ツイキャスの閲覧数減るっていう。本当だ。それはまあ、気にしないで、まあ、気にしないです。そんなの、気にしたことないから、俺たち。じゃ、あ行きましょうか、福田か。はい。え、このラーメン屋には二度と行きたくない。その理由とは。麺が一本で繋がれてる。いやだな。ずずずずず、ずっと行くな。麺が一本で、あの、あの量。あの量。もうずっと、もうすげえな。 はいじゃあいきますこのラーメン屋には二度と行きたくないその理由とはスープの色が選べる <laughs> <laughs> よくない <laughs> お前青とか行ったら青作るんでお前行ったらな <laughs> 言わんければいいやし言うかもしれないちゃって言えばいいしじゃあ行きますラストこのラーメン屋には二度と行きたくないその理由とは ゆきりの声が相当うるさい <laughs> ユキリの声音とかじゃなくて声あセイヤーセイヤーって言うなるほどはいそういうことでございますはいミスターズの答えが出ましたちょっと今日の答えは大喜利らしかったな意外とマ<ジ> <laughs>、えー、そうでもなかったじゃあこ,のこれはですね演奏さんにあの毎回ミキサー隣でやっていただいているスタッフの演奏さんに判定させていただきます、うん、よろしくお願いします やったー。<laughs> ま,あまあまあまあね遠足のラジオするね毎週、まあ、土曜日やってますのでぜひぜひ皆さんね <laughs> 聞いてくださいね楽しいラジオやってますから本当にね <laughs> 本当にもうお前ってやつだったらね理由はまあ下地君のやつは本当に大喜利っぽいっていうのもあって <laughs>

販売されているっぽいやつはあまりちょっとまあそうですよねダメですよそんな公共の電波なんでなかなか批判はできますそうですよ本当にもうねえ遠足のラジオするね本当にも遠足のラジオするよそこで出ればそこのそこのんかんかやればなんていうか分からんけどコビ売りでございますやってますけれどもええ3勝2勝の差をつけてしまったこれからね もう8勝ぐらい差をつけていきたいと思うんですけど私はあ頑張ってください、うん、ね前に言ったもんの当たる表高いところから見ときますよ <laughs> すぐだからな俺が見下す日もああうですかああ<ー> <laughs> そうでございますか頑張ってください <laughs> そうだろうお前 <laughs> <laughs> 来たな <laughs> 来たな笑い方きれいだし <laughs> クリーンクリーンな大喜利ってすごいよね本当に一本グランプリとかであの やってるさ芸人とかあれはもう本当に天才なのかあれは誰、うん、よ一番俺が面白かったのが「一本グランプで「野生爆弾クッキー」がなんかこの絵があって女の人の髪が尻長くて橋の上がダラーンって流れてる,る女の人はなんかもう首を横に向けて髪がダラーンって抜けてるこれで一言みたいなでクッキーが「 軍アリが私の頭を食うとおりますの言い方が汚いなこいつ野生爆弾めっちゃ面白い面白いねあゆけはね本当に面白いなとあいつらが面白いと思いますはいねそんなそんなえそんな遠足のラジオをする聞いてそんなって何か一本グランプリでとれま聞いてくださいえっとコメントもじゃあ読みましょうかえたくやんていうんだこれ計半径。 京坂18歳さんコメントありがとうございますみなちゃま ATM 土日手数料0円使うのは大好きケフピョンカ言うてますよどうですかうん0円っていうのはいいことじゃないですかケフピョンカケフっていうのはもうここなのかな大好き京ピョンカケフって今日だろ今日現代語訳現代語訳したら。 でしょういいでしょう <laughs> 嫌いって言う人いないでしょ土日って数量ゼロやな悠長 <laughs> かわかんない何かあったよねレイクかなんかやっよね土日って数量ゼロみたいなね何言うてんすかねこの人 <laughs> 皆ちゃまって言ってるかな俺たちに、ね、皆ちゃまってさ <laughs> 俺たちに言ってないよな <laughs> このツイキャスやらラジオやら聞いてる人に言ってる <laughs> この人のラジオみたいになってるでしつ <laughs> <laughs> やめ海人さんからのコメント海んちかな海とかまあ クーちゃんわかる W3 ついただきました WWW 画像と関係ないこと言う、ね、この安いバフなクッキーのこうなんていうのかな急にもう突飛もないこと言うのがね <laughs> 面白いんですよお前の急にあのなんかフランスとか言うのとは違うよお前が急になんかお前 <laughs> <laughs> <ん>急に <laughs> 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 なんていうのなんパルバイナパグアイじゃないパラグアイとかなんか言うのとかよ <laughs> <laughs> あの意味わからないじゃあそろそろえ曲 行かせていただきます今日は何の曲ですかしもさん、今から曲選ぶの。しもお前曲いきます言うてましたけれど、しもさんお前じゃあ、普通にミシアでいい、もうこの、なんと、サチモス毎週毎週流してたんですけど、もサチモス週間も終わりまして、え今日はですね、結構有名なミシアさんで会いたくて今、お、誰に流れてます 流れた。 学生っぽいラジオ。世界で一番パラグアイに近い男 <laughs> です。すごいねー。わけがわからないですねー。しかもツイキャスに向けてやったか、ラジオに向けてやってないの。なおーおー、二人増えた。<laughs> こいつの世界一パラグアイに近い男ですの逆 <laughs> 逆逆で二人増えた。 <俺>これ増えるとか関係ないから別に今追加し見てくれた人は <laughs> 別に見てないわけだからね今のギャグ <laughs> じゃあ今ね今増えた2人の方 <うん S 2> 見てくれた2人の方日高 <うん S 2> が今からやるあのギャグ見てくださいうん同じのでいい人減ったけどね <laughs> <うん S 1> 世界で一番パラグアイに近い男です <laughs> 言うてやってますけどもね <laughs> <laughs> 本当にラジオ、うわ、2人減った、<laughs> 攻撃しちゃった、<laughs> すげえあー、1人、もういいよ、こんなのに左右されんと怖い、怖い、怖い、よく考えたら、本当にラジオを聴いてる人たち、申し訳ないなとしか思わないよね、<laughs> 本当によ。よお前、今、動きを使う役だからね、本当に。ダメだよそんなことしたら,から、最悪だな、お前、マジで。殺すよ、お前、本当に <laughs> 殺。なんで俺に言ってる <laughs> 今日ね、ちょっとね、ぐだってるんですよね、ラジオがね。そう、なんでなんでと思う 朝からね、ただの言い訳なんですけど、朝から打ち合わせがありましてなのでね、そこから急いできてね、何しゃべるかちょっとあんまり整理せずに来てしまいました。それでも聞いてくれてる方が真の、リトルリーガル。あなたたちですよ。あなたたちですよ。減るぜこれヘルゼ。またもや。いやいやね、また頑張ってラジオやっていきましょう。大使、面白いだってコメント来てますよ。黙れ黙れ。 <laughs> 黙れですよ <laughs> おもろいわけないよな <laughs> おもろいわけないって言うな <laughs> おもろいわけないって言うなって言ってしまったよ <laughs> <laughs> おもろいわけで, <laughs> <laughs> でこの何するかっつったらね、まあ、かっこいいものねかっこいいああそっか世の中にはかっこいいものが、まあ、いろいろありますけれどもね,ねどんなのが皆さんかどういう人がかっこいいと思いますどういうこういうことでしらかっこいいとかそうそうなんかあるかな俺は いろいろあると思うけどさ何かに詳しいとか車に詳しいか詳しい系ねかっこいいねそうそうそう車が通っただけで車種が分かるとかあかっこいいさ俺で言ったらまあちょっとアイコンの曲聴いたらイントロだけですぐアイコンのの曲分かるみたいなお前で言ったらんかキックオフのホイッスルだけでワールドカップの何対何か分かるみたいなわかるわけないしそんなやつ言ったか俺いつそんなこと言ったか数ある中でもやっぱり一番これに詳しかったらかっこいいなっていうのがあってうん言っていいですか言っていいよ花フラワーフラワー 花またのなななフラワー、はあ、なるほどかかかっこよくないですかなんかもう道ある歩いてたであの花綺麗だなって言ったらあーあれ月見そうって言うんだぜみたいなあかっこいいねかすみうって言うんだぜみたいな確かにかっこいいかもしれないほんとにビンタしたくなるほどかっこいいんじゃんビンタすんね <laughs> かっこいい人にビンタしたらビンタ返されるの <laughs> 絶対 <laughs> <laughs> かっこいいですね<花>確かに。花って さらに加えて花言,葉言え花言葉とか言ったらもうなんか最強じゃないですかこれひまわりだぜっつってサンフラワーだぜっつってまたのなおサンフラワーだぜっっ <laughs> かっこいいですね一番バラとか見てからこれ花言葉は情熱とか赤いバラは情熱とかヒュンだぜみたいなああ<ー>おいとけみたいなテスト出るぜみたいなじゃあこの平ルメさんの前でうなだれてるこのなんか草みたいな木みたいなやつの言葉 <laughs> 言,って言葉花言葉,花言葉ってことですよ花言葉 今日も一日頑張るよ <laughs> <laughs> あ。一日き励するパターンですか。う,んうん、うなだれてるけどよ。うなだれてるから。下向いてるけど、うん、あでも。ちをお昼にうなだれてるんだけど。一応頑張るけどね、みたいな。あ,あ、そうなんだ。<laughs> 今日は頑張るよ、みたいな。今日こそね、みたいな。じゃあその前にあってるちょっと、あの、歯大きめのこの木、うん、の花言葉言って。あすくうめしはうまいである <laughs>。 意味わかんねえな。<laughs> うまいであろうだな。上手いであろうっていう花言葉。あ、そうなんだ、うん。うん、んだあ、そう、勢いけよってことよ。全部花言葉あるんでしょう。あるある。誰が決めてんのかな。俺。 お前?。じゃええやん。かっこいいとかじゃないでしょ。誰が決めるんでしょうね。失礼いたしました。まあ車種とかかっこいいね。車種ね。うん。トヨタ、トヨタとかじゃなくて。これは何々の。何年生とか。何年生とか言ったらやばい。ウェイクとか家でもかっこよくないだろう。でウェイクも。大体分かるだろう。オレンジのやつだろう?。うん。うん。オレンジか。まあ、いいとして。そう。 車とかいたらね俺の友達いるんですよ車詳しくてヘッドライト見ただけであれ未来椅子だよみたいなマジ化けバケモンじゃんライトライトヘッドライトもう夜で5パーチーしてる時にライトとか見えてあれは未来椅子だなとか言って近づいたらマジで未来椅子だわいバケモノやしんかもう首絞めようかなと思って本当になんでよ何のお前かっこいい人見たら危害加えたがる暗いやつ意味がわからないよや あれまあそれにしても本当によ、うん、一番かっこいい人っていうのは単正な顔立ちの人だよね。一番ね、顔だよ結局、うん。そうなんですよね。何があっても結局顔が一番かっこいい。そうなんですよ。単正な顔立ちの人が何よりも一番かっこいいんですよ。今,これ今までの全部無駄な抵抗ですから何の話してた俺たち、ね、に。<laughs> 何の話だったんでしょう。<laughs> 今かっこいいのは結局顔。ねうん、顔です。スペース。そうなんですよね。ルックス れてれてててててじゃねえよ、BGM よお。<laughs> 聞こえてないからね、普通 <laughs>、ね、BGM もね、言うてますけれどもね。<laughs> 言うてますってけどとか言うの。<laughs> お前はなんか、なんか詳しいとかないの俺が詳しいの <laughs> うん。2007年の中日ドラゴンズとか <laughs>。<laughs> 2007年っていうと。一番プロ野球が好きだった時期だから。10年,10年前ってことは、何歳 ?10 歳。うん、小4、うん。A マストとか。 ゲーお前好きだね。ゲーム女性、お笑い芸人。俺が一押しのお笑い芸人なんです。けど関西の人だった、うん、とか何かに詳しいっていうのはやっぱり、エンソさん生き物でしたね。エンソ君のラジオする。<laughs> <laughs> こら、ど <laughs> の番組になっちゃうから。エンソさんがお送りする番組ですので。<laughs> <laughs> 生き物に詳しいっていうのはなんか生態系とかそんな,そんな系、うんまあ。エンソさんには及ばないと思うけど、俺も一応魚とかは。 あ魚が詳しいねそうそうそう,そう子供の頃魚小学校の頃魚博士って言われてた <laughs> 嘘だろ <laughs> まあまあでもあのー、生き物係でいき物のを俺クラスに創設したんですよ 朝、飼育員といぐらいの行動力があるぐらい、生き物係が作っあるにイに芋虫捕まえて買ったんですよ、普通のの多分シンプルなモンシロチョウぐらいのイメージするような芋虫で、その芋虫シ買って3日で芋虫の体から無数の虫が出てきたときは、本当に俺、自殺しようと思いました。ごめんなさいっつって、本当に、ごめんなさい、もう悪いことしないからと思いましたね。本当にあれはトラウマになります。食物連鎖があったんでしょうね 食弱肉強詳しくは遠足のラジオするでねそういう話もいっぱい聞けると思いますので、ね、<laughs> 生き物の、ね、不思議な話や面白い話、ありますので <laughs> 遠足のラジオするしか言ってないか遠足のラジオするにみんな流れるはずなリスナー <laughs> これからもこっち聞かなくてよくないから ここ <laughs> <laughs> らほら <laughs> コビを売るんじゃない <laughs> お前次の大げも勝たせてもらおうと思ってるだろ来 <laughs> <laughs> 週も頑張るぞって <laughs> そうはいかんぞお前 <laughs> <laughs> じゃあどうする、ね、あじゃあなんかなんかするどうするいつもより時間的にはラジオコント入れてみるか、うん、<laughs> ラジオコント。ラジオコントやってみるか えですね、ラジオコントまあまあさっきから、ね、ラジオコント言うてま,言うてましたけど何のことやねんと皆さん思ってしまうかもしれません<は>、えー、僕たち5代目リーガルね、えー、このラジオの場をお借りしましてラジオコントを、うん、毎週やらせていただいてるんですよね素晴らしいねあの舞台ではまだ書けるにはいかないんですけど <laughs> まだまだねあのちょっと攻めたネタっていうかね <laughs> ちょっと危ないんじゃないかそういうものからいろいろとなんていうのブラッシュアップして、うん、な本,本ネタにつなげていければななんて思ってるこのなんていうのネタ向上 <laughs> ね、ネタ向上のために創設されたコーナーでございますこのちょっとあがりさんからラジオコント楽しみって言ってるけど、うん、今回のはちょっとふざけずに楽しみにしない方がいいかもしれないね <laughs>、まあ受けるか売爆しようかもう何だぼこいつかどっちかだと思います多分リスナーっていうか閲覧数がゼロになるか <laughs> ゼロにもう7人、ね、7人は本当にキープしたい <laughs> ねラジオで聞いてる方々もよろしくお願いしますすみません、はい、長々とお話し,しましたそれではいきますリーガル劇場 <music> おばさん、ビバさんば。八百屋にて。へいらっしゃい、新鮮なお野菜揃ってるよ。あ本ほんとに新鮮なお野菜がきれいに揃ってるわね。はいよ。じゃあ、このわずかに3、4センチずれて置かれているこの春菊はどうしてあこれは四半世紀前の春菊だよ。3、4センチで25年のさ、厳しい世界てて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 。社会の縮図、社会の縮図、社会の縮図、社会の縮図。 ティッシュ配りにてティッシュどうぞティッシュどうぞあらティッシュ配ってる声が聞こえるわ最近風気風気味で鼻水がもう止まらないのもらいに行かなくちゃティッシュどうぞティッシュどうぞはいティッシュくださいあなたうでしょティッシュどうぞティッシュどうぞあなた何も持ってないじゃない腕も後ろに組んでティッシュどうぞティッシュどうぞただただ町のど真ん中でティッシュどうぞって言ってるだけ変態やないかいててれてれててレテレテテ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 テのテテテ 動物園にてわ動物がいっぱいいるあっキリンがいる僕ひまわりですボンミステテテてテててギサコロギサトミ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 コロトミコロギサトミコロギサトミコロギサトミコロトコロギサトミ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 デートにていや久しぶりのデートだねなんかこんな 海岸線とか歩くのって久しぶりだねほんとになんか設定がベタだよねしょ<ん>っぱなから誰もやったことのない展開を作りたいんだよね何言ってんのママ今日から互いにあだ名で呼び合いましょうよなんて呼んでほしいそうだなじゃあ僕のことは暴動って呼んで暴動まあまあまあいいやじゃあ私のことはなんて呼んでくれるうんじゃあせっけんせっけんそれか遅刻遅刻さっきから何言ってんの客 脚脚本本脚本脚本どうしたのどうしたのアバンギャルドアバンギャルドあなた一体何者てててててててくどかんくろくカンクロークドかんくろくどかんくろくどツッコミおばさんビバさんば今日も今日とてドライアイはいありがとうございましたまさかのねコントの途中にまうというねに何じゃこりゃやってみてやっと 改めてなんだ。これもうふざけんなよ。これ。しょうバカタイだな。本当にちょっとね。リズムネタをやりたいなと思いまして。今回は誰が考えたんですか？というコメント、今回は僕が考えました。そうだね。パチパチじゃないよやパチパチとツイキャスでのあのスタンプみたいなやつでパチパチじゃないよ。やふざけやがって布パチパチ絶対パチパチじゃないだろ。お前らして思ってへんやろ。 そうそう曲いくじゃん。んいすみません、ね、ちょっと早め早めなんですけれども、うん、後半ちょっとまああの告知などがいろいろありますのでもういってもいいかな何分ぐらい曲いきましょうか何分ぐらい聞くがいい <laughs> 何でもいいよ適当に <laughs> ね曲あとさ曲のリクエストとかもねあそうだね全然あのー、メッセージで言ってくれればツイキャスだとね<い>なん三十秒以内で言ってくれればそれな流せねえや <laughs> 流せねえや <laughs> ねええー、っとですねメッセージで七六一アットマーク fmkazu.jp で曲 もうリクエストなど全然募集してますのではい、ねそう送ってくれればうん、僕らのラジオ宛に曲流しますんでそうそうそう何か早めに送ってね「うん、君が代」とかは流せないですけどやばいしやばいしとか言うな君が代危いですんょちょっと寄り添いやしどっちかに君が代や君が代のことこいつ「君が代」って言いますからねけがわからない曲決まった？あ決まってるよあ決まってる。じゃ行きましょうあいや曲紹介お願いしますあじゃ今週もまたね懲りずに愛子さんでですね どうせはいこうですよ横顔どうぞあちょっと待ってよはいいきます 大学生っぽいラジオ。ものの2秒で桃の香り。<laughs> 気持ちいい。早口言葉です。<laughs> っさっき考えた早口言葉でございます。<laughs> 面白いですね。面白いですねっていう。<laughs> <laughs> いやーみたいな。残り5分。 5分しかない、意外と。えー、ちょっと一個告知させてもらってもいいですかえー、一番、これぞっていう、このラジオの本来の目的である、この大学生っぽさ、大学情報をね <laughs>、言ってみただいと思います。やっとじゃん。どこの大学。この、明桜大学の話なんですけれども、名ね、えっとですね、明桜大学の定期演奏会があるんですよ。うん、えー、来週、ど、えっ、ー、と、来週のいつだったっけ土曜日土曜日にあるって。 名誉大じゃないぞ大学吹奏楽部第5回定期演奏会2017年2月18日土曜日入場無料会場は名護市民会館大ホール会場16時30分開演17時5時ですねから始まりますのでちょっと遠いんですけれども名ねぜひぜひ皆さん来てください <laughs> 遠「遠せよ」っていうね本当に遠いですよねマジでこれ僕たちのお笑い劇場とかぶるというのがあるんですけどまあもうねオブラートに包んで。 次のお笑いの告知させていただきます、来週土曜日、2月18日土曜日、全くのかぶりなんですけれども、吹奏楽部と、FEC お笑い劇場、「仏滅なんて笑い飛ばせ」というタイトルで、チケット前売り1000円、当日1500円で、200円キャッシュバックも、なんかあたらねなんかあるんですけど、それはまた FEC のホームページで確認してみてください。僕たちも え、2>, 2分のコーナーで出ますのでよすああ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、えー、年、あ、年明けますじゃないや。<laughs> えー、次の日、なんていうの ?2、あ、<laughs> 2月19日、日曜日、うん、フロンティアエンターテイメント主催、わらしべ長者。はい。ちょ、えー、うどです。昨日は、ヒューマンステージにて、えー、予定としましては、16時30分開演、16, 開16時30分会場、19時開演で。16時30分開演、19時開演でで。僕たちちょっと長めの漫才やれますので。<laughs> 18時30分会、会場な、ね。学生500円割引がございますので、<laughs> ぜひぜひ僕に行っていただければ、チケットおりますのでよろしくお願いします。うんはい、はい。で、また次は、月曜日。月曜日です。またもう3日連続ですよ。2日ね。えっと、FEC の、平成一期。ね。出演芸人が、クーター進化、KY デンジャラスデコボコトラベリング、松田オイル、秋ノリ。んあとは俺。モコモコもとし。<laughs> えで、一般参加で、ロリータロータリー5代目リーガル。 チョップスティックスも出ないのチョップスティックスは出ない。僕たち5代メリーガルも出ますので、19時30分、会場、20時、開い。はい。てますので、那覇のバンターハウスで、ぜひどれか一つ、正直予定いけるぞ。3日もあって、いけないのおかしいですからね、この8人、ツイキャス見てる8人やら。 さっきも聞いてくれた十何人かの方々。うん、<で>横田響きって名前の人は、今ちょっと別の人がやってるんですけど。あの、まあまあまあいいや。何言ってるお前。僕<こ>さ、ツイキャスの、こう、<laughs> リスナーはわからんから。熊本にいるやつがいるから。あいいわからんわ。そう、分からんやつ言うなお前は。<laughs> ツイキャスでしか。ねえ。やってますけれども、3日のうち絶対誰か、どれかくれる、くえ、来、えー、れるんで、<laughs> このラジオを聞いてる人も、うん、ツイキャス U ストリームを聞いてる人も、うん、来ないのはおかしいですからね、これは。聞いたからには。 こよ本当にチケットは俺たちがチケットはいっぱい持ってるどうにかするから本当いっぱい持ちすぎてアファだからいっぱいもいっぱい持たないようにしたいからお願いしますくれたら二枚ですとか事務所にうのはアファなんそうそうそうお前ってやつはって言われるから本当にあんなけスウェット今までで一番ライブをする月間月間ですのでライブ月間ライブ月間なってますので月間ライブ漫才とても面白い漫才お前が自信なくしたら終わりだから今の言い方も完全 ただなら行く。バカめ。金払え。金払えお、お前。うん、金払わないで見れると思うんだ <laughs> <laughs> え残り1分30秒となりました。大学生っぽいラジオ。学生芸人5代メリーガルを添えて。お相手しましたのは5代メリーガル下地と。5代メリーガル久高でした。ありがとうございます。はい、ライブもぜひぜひ見に来てください。じゃあ最後に行きましょうか。うん、最後にき、選手もツイキャステアやったんですけど、ラジオでやりそべれた。ああ<ー>。えっと、世界ものまねランキング、ものまねの世界ランク。 最下位のやつ。最下位のやつ。やります。はい。お願いします。みんなこんにちはこんにちは武田鉄矢だよ <laughs> ああ<ー>最下位さよ。<laughs> 最下位もいいってこところ。で、それやって残り1分あるっていう地獄なんですよ。<laughs> ね、どうします逃げれないっていう、ね。2> 2分あるんですよね。意外とか早くすぎるね。一分。この1分長いよね。わかるよね。な <laughs>、ね、<laughs> 普通の何,何もしない1分は短いけどね。うん。恐ろしいですね。 あと50秒。50秒でございます。大学生っぽいラジオ、学生に人5代目リーガルを添えて、今日はちょっとね、ぐだぐだしてね、ちょっとまとまりのない放送になってしまいましたけれどもね。来週も聞いてね誰が言うとんじゃいね。来週も楽しい放送来週は。来週は、ライブの前に、滑り込みでまた当日のわらしべ長者に向かいますので、またちょっとバタバタしちゃうかもしれないですけど、恐ろしいなんとか楽しいラジオをやりますので、ぜひぜひ。 聞いていただければと思います。はい。残り20秒で。巻き返せくだか。巻き返せか。うん、じゃあ面白い単語言います。あどうぞ。せ自分が世界で一番面白いと思う単語いきます、はい。いこい。タンポポ。ありがとうございました。だ。チもう聞こえてないだろ。